最初江戸幕府はハリスが何しにやってきたのかわからないので、江戸に領事館を置かず、少し離れたこの下田の玉泉寺に領事館を置きました。そして今でいうねスパイのような形で法外な年俸と支度金を出して、お吉さんをハリスのもとに送ろうと企てるのです。しかしお吉さんはなかなか首を縦に振りませんでした。というのも今いろんなところで地震が起きております。安政元年、この伊豆地方に大地震があり、その後に来た津波で下田流されてしまったんです。千さんのお宅もお吉さんのお宅も流されました。そんな時にね、お吉さんの世話をしたのがお父さんと同じ船大工の鶴松さん。若い二人はたちまち将来を誓い合う仲になりました。いい名付けのいるお吉さんですから、いくら奉行所の要請でもなかなか首を縦に振らなかった。すると今度は奉行所がね、鶴松さんに手を伸ばし、お吉を諦めたら武士にする。鶴松さんは武士になりたくて江戸に立ってしまいました。鶴松さんに裏切られたお吉さん、大きく気持ちを切り替えてハリスさんのもとに行きました。もともとね、お吉さんって勝ち気で負けず嫌い、好奇心旺盛な方だから、ハリスさんがねラム酒を飲みながら地球儀を持ってきては、お吉、お吉のいる日本はこんな小さいところ、世界は広いんだよ、そしていろんな国に行けるんだ、貿易商をしていたハリスさんですから、いろんな国の楽しい話をお吉さんにいっぱいしてくださった。私の母国アメリカは、アメリカのことも話してくださった。そんな優しいハリスさんの心が分かり、お吉さんも一生懸命ハリスさんに仕えたようでございます。ハリスさんは日本の生活、特に食生活が合わなかったようです。牛乳を飲み肉を食べるハリスさんのために、村々に行き牛乳を調達し、ある晩ハリスさんが血を吐いて倒れた時に、今でこそねここから玉泉寺まで車で10分ぐらいのところです。でも江戸時代はどうだったでしょうか。走って街中の朝岡京庵先生の往診を頼み、ハリスさんの命を助けたという口伝も残されております。